茨城県道138号石岡筑波線は、茨城県石岡市から、霞ヶ浦市を経て、筑波市北条に至る一般県道である。終点付近石岡市東石岡一丁目の国道を6号交点から、石岡市国府の市街地を通り、同市安里地区を経由して、筑波市筑波地区内町か交差点までを東西に結ぶ。 延長約2 5トルの路線である。起点付近の石岡市街地のルートは、JR 常磐線石岡駅南側の踏切を渡り、石岡市国府の旧市街地を通過する複雑なルートをたどる。石岡筑波線バイパス開通により、石岡市街からバイパスまでの間は、国道と重複する。石岡市辻から筑波市、平沢までの筑波山地の峠道は、 車両同士のすれ違いが難しいほど狭く、また両市境の不動峠は陶器には通行止めになることがよくある。1959年10月14日、新たな県道として石岡市を起点とし、筑波郡筑波町を終点とする区間を本路線として、茨城県が県道路線認定した。1995年に整理番号138に変更されて、現在に至る。 1990年より、当時ニーハリングに八里町の半田、月岡地区のバイパス整備が行われ、1999年4月に完成した。また、2017年7月には、石岡市土浦市を結ぶ朝日トンネルが、編入されている。道路法の規定に基づき、石岡市月岡土浦市大使股間は、緊急輸送道路として、機能を維持するため、 災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に連中を建てることが制限されている。朝日トンネル、筑波山地にある、不動峠のピークより、石岡市富津政治方面に向かって、道は急坂で降りて行く。不動峠の頭上には、県道筑波山公園、長い線の不動橋がかかる。昭和46年9月30日の道路の区域変更では、 つくば郡つくば町大技法上技五千二5297の4位一般国道125号公転と示されている。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。市街地を形成している区域内の道路で道路管理者が自動車の交通量が極めて少ないと認めて指定したものまたは一方、 通行とされているものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の福音のものにあっては、当該道路の路面の福音から1メートルを減じたものとする。以下同じ。から0.5メートルを減じたものを超えないもので、なければならない。ありがとうございます。